今回はビームブーメラン投げるならビームライフル打てばよくないかに対する反応集をご紹介します。ビームブーメランの利点とは何なのか。体感等以上にロマンしかないだろ。あれつけるぐらいなら普通の射撃武器一つつけた方がよほど使い勝手良さそうだ。正しく使えれば低消費で高威力を実現できるんじゃないか。あれ要するに投げて戻ってくるビームサーベルでしょ。素人でも黄昏の魔弾落とせる程度には有効な武器。戻ってくる軌道が相手の死角になるとか。ビームや弾丸のようなほぼ直線で飛んでくるものより速度は遅くても弧を描くように来るものの方が意外に避けにくかったりする。単純に軌道予測が困難な兵器でしょ。しかもあれ確実に自分とこに戻るように操作できるシステム搭載してるし、近距離で使われたら何のパイロットじゃ対処できないんじゃない。そんな複雑なシステム内蔵できるならなんでもっと普及しないのかの方が疑問になる。宇宙世紀がいい例だが、巨大ロボットがドンパチしている下地には誘導兵器の信頼性が低い、もしくは誘導兵器の威力が低いって下地がある。少なくともビームブーメランはモビルスーツを真っ二つにできるのに普及しないのはなんでだ。もっと普及してみんなでブーメラン大会になってなきゃおかしいんじゃないか。それは普通の戦いではブーメランの射程距離でやり合うことはないからじゃない。近距離戦に持ち込めるエースだから意味がある。それにブーメラン自体は頑丈じゃないから、ある程度離れて弾幕展開すればで落とせるでしょ。現にデスティニーのブーメランは弾かれてそのまま帰ってこないし。一応出場兵器だからぶつけた衝撃で相手の体勢を崩せるとか。一般的な直線的な攻撃に高を描くブーメランを織り交ぜて使うと避けにくい。戻ってくる時に相手の背後を添えるとかトリッキーな使い方ができる。戻ってくるところを当てるとか無茶言うなよ。戻ってくるまで動けなくなるし下手すりゃ自滅するぞ。キラースランシンしかまともに使ってないんじゃないかな。種での描写を見ると割と活躍してる。ミゲル落とすきっかけだったりモブモビルスーツバタバタ切り裂いてる。ガンダムブレイカーだと敵を貫通する上に戻ってきた時も当たり多段ヒットするからよく使ってた。多分最初はブーメランとして使えるけど普段はビームナイフとしてご使用ください的な感じかも。最初にビームブーメラン装備したのソードストライクでナチュラルのパイロットが乗る予定だったし、OS が手探りで制作中の状態でナチュラルのパイロットにあれを使えっていうの無茶な気がする。凄腕のコーディネーターかめっちゃ優秀な OS 積んだモビルスーツじゃないと使えないかと。ソードストライクに低体目に合わされたザフトが後のエース用の機体に積んだとかじゃないだろうか。ホビ分のゲシュマイディッキパンサーに唯一傷をつけた武器、インパルスのフラッシュエッジは実体部分でも相手を切り裂くことができるから、実際ビームプラス物理ダメージを相手に与える、故にビームライフル程度なら簡単に防げるアンチビームコーティングされたシールドも弾き飛ばしたり、エースシフト走行にはビーム派が有効だったりと相手を選ばない。その上軌道をある程度コントロールできるから一気で相手に挟み撃ちが仕掛けられる。体感等と同じく防ぐには本体に直接攻撃するしかないと。それこそ知識と経験のあるキラとアスランじゃないと防げない。ビームブーメランは大剣持ちが持ってることが多いから体感等と相性いいんじゃない。有用性とかはわからんが一部のビームブーメランはビームサーベル兼用なんだよな。じゃあなんでビームサーベル同時搭載してるの？とはずっと思ってる。整備とか性能とか一定以上の信頼性ないとまず搭載すらされないであろうことから考えるとビームサーベルが完全したくらい互換じゃん。言うほどビームサーベルとビームブーメラン同時搭載してるやついる。インジェがそうでしょ。種世界はビーム同士で翼競り合いができないからブーメランを防御するにはシールドを使うしかない。ブーメラン自体もある程度の質量があるので防御した相手の体勢を崩しやすいんじゃない。これグゼクスバインみたいに全身からブーメラン飛ばしたら強くね。ビームブーメラン好き、もっと流行ってほしい。シード世界では流行ってたと思う。どういう原理で戻ってくるんだ。ファンネルみたいにコントロールしてるとかなんとか。まあそれを可能にする機構があるのだろう。あれって簡易ドラグーンなのか。ドラグーンと同じだって。
インパルスのミサイルと異妙なところがやたら発達してるな。地味に種は推進機の技術がかなりすごいと思う。跳ねなくても飛べる自由とかホビ分とか。キャッチできるのすごくね。っていうか無駄な工程すぎる。まあ結局種子でビームスパイクドラグーンが発生してしまうからな。ビームブーメラン装備するぐらいならレジェンドやストフリが装備してるビームスパイク装備しろよとは思う。あっちはビームシールドも貫通できる上のままに操れるし。あれはドラグーンじゃん。しかも大型。使い勝手のいい武器がこれしかないのにすぐなくす。レジェンドもそうだけど対エースじゃなくて総統戦や対艦隊戦想定してそうな武装だよね。投げずに射出できるソードビットやシーファンネルという上位互換。フラッシュエッジも投げずに機体から切り離したら回転して飛んでいくようにしたらかっこいいのでは？って思った。正義のバッセルはマニピュレーター不要射出で自動回収かつ威力も十分なのに、種子の後継武装はみんなでチューンされてるという。ショットランサーみたいに使い切りでいいんじゃない？この系統の武装は自由系列にこそ必要ではとずっと思ってる。順調ならうまく使いこなせるだろうし。バンクがやたらかっこいい。投げるシーンはかっこいいんだけど戻ってくるのが当たっても外れてもダサい。っていうかブーメラン投げて避けたと思ったら帰ってきたのに当たるって、戦闘時の位置関係考えるとすごい不思議。ちょっと避けてから全然その場から動かないんだろうか。使う側はともかく使われる側は戻ってくる時も注意しないといけないのがいやらしい武器。甘く見てると逃げるになる。割とファングやシーファンネルって発想は同系統なんじゃないかって気もする。ナオキラとアスランには通じん模様。そりゃあ二人ともシンが使う前から知ってるというか使ってたからね。ブーメラン、シンにも通じてないな。インジェの大型ブーメランが片手でペシッと弾かれて終わってた。逆シャーでシャーがビームトマホーク投げてアムロのライフルぶっ壊してたろ。シードは頑張ってブーメラン多用してたけど、逆シャーみたいな演出に限定しないと絵的には映えないから使いにくいんじゃないか。投擲するだけと戻ってくることが織り込み済みのブーメランとで全然違うだろ。そういえばトマホークって本来は投げ斧だったね。ザクウォーリアでもトマホークやたら投げまくってたな。アスランホビ分、わざわざブーメランにしなくてもビーム自体を曲げればよくね。お前ブーメラン防げずに盾傷つけられとるやんけ。後出しのハイテク装備と比べるのもあれだが、コズミックイラだけで見てもスパイク付きドラグーンがあるから、明確な利点があるとしたら低コストなことだろうな。あれは電力度隔離する設定だから牽制用に積むには大げさ。種世界でも言うほど流行ってないよね。というか種にしても投擲の一つとしてならわからんでもないが、唯一のビームサーベルと共用だったり唯一の遠隔武器だったりまともに使わせる気ないよね。ロマンがあるならそれでええやん。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。